上庭工場公園っていうところに今やってきたんですけど、今から公園の方に行ってみたいと思います。あー、ちょっと待って、ここさ、これなんかすごいこんな感じで池になってるね。池になってる。それで、あ、こっちなんだ。ちょっとこのね、埴輪工場のところにはこんな感じでね、池があって、見るのかな、これは。すごい、発掘調査中、まあ、口が回らない、発掘調査中って書いてるけど、こんな感じですよ。ちょっとこっから見ちゃおうか。こんな感じになってて、窯の発掘調査と復元。上の写真は崩れ落ちた天井の破片を取り除け、窯の床にある埴輪片を丁寧に掘り出しているところです。こうした調査結果をもとに2つの窯を推定復元しました。右側は薪をどんどん燃やして温度を上げているようです。左側は800度から900度の高温を保つため、これ何光っていうの、半ば塞いだ様子を表しています。窯一つで1回に埴輪が45個も焼ける1週間がかりの大仕事や、ちょっと計算してみてね。1年間やったら窯3つかける埴輪745個かける52回イコール7200本か、すごい。とは書いてんだけど、この薪なんですけど、こんな感じになってる。こんな感じに、こんなね、なってるけど、薪で本当にこれするの？これ。ここも、今さ、ここさ、ほら、発掘調査中で立ち入れないでくださいって書いてる。本当に発掘調査なんかしてるみたいよ。これが、ここが排水溝だって。これね、排水溝。じゃあ今度はちょっとこっちにね、こっちに行ってみようか。じゃあチューンド、こんな感じね、こんな感じ。新池遺跡。これ見て、日本最大の埴輪工場、ここ新池遺跡は慶太天皇1200年ほど前の歴史書日本書紀が第26代天皇とする人の墓と言われる今城塚古墳の埴輪を作った工場です。この工場が活躍したのは今から1400年以上昔のことでした。埴輪を焼く窯と作業場、それに埴輪職人たちがの住宅まで整った日本最大の埴輪工場です。だってこれね、になってるのね。さっき行ってきたんだよね、これね、今城塚古墳で。このね、茶臼山古墳は見れなかった。これね、こんな感じ。およそ1700年前から1300年前までの400年間土を盛り上げた巨大な墓、古墳を全国で盛んに作っていました。この時代を古墳時代と言います。その頃日本の人口は約数百万人。大王のもとに大和地方の大皇族が各地の豪族を束ねて政治を行っていました。
古墳はそうした豪族たちの力のそして印で困はりね、ます。巨大古墳と埴輪工場、淀川北岸の三島地域、高槻市、茨城市、島本町、摂津市には500以上の古墳があり、三島古墳群と呼んでいます。新遺跡は、その中心部にある2つの巨大な古墳、太田茶臼山古墳と今城塚古墳のちょうど真ん中にあります。ここで埴輪を作っていたのは足掛け100年間ほどです。全部で18の窯ができ、合わせて数万本の埴輪を三島古墳群だけでなく、大和地方などの古墳へも送り出したのです。あら、こっちも池になってるんだね。ほら、こっちもなんかこんな感じで池になってて、これ全部こうなんかこんな感じね。古墳時代のファッション。あ、これが埴輪工場の代表的作品。犬にイノシシに犬、それから狩人。でもさ、これ裸足だよ。あ、すごいね、大きいね、これもね。古墳を築くのも埴輪を作るのも大和朝廷から送り込まれた専門家たちが主導しました。王一人のために最新技術を使い、1万人を超える人たちが何年間も働きました。巨大な古墳になると数千から数万本の埴輪が必要になり、古墳の近くに専用の窯を作って焼くようになります。ここに埴輪工場ができたのも太田で古墳作りがきっかけでした。埴輪工場の立地条件、埴輪を作るには良い粘土と燃料になる木、粘土をこねる水がたくさん必要です。それに埴輪を焼く窯は斜面に作るために、大地の端っこのようなところがなければなりません。ここが埴輪工場に選ばれたのは、大古墳の近くにあって全ての条件が揃う理想的なところだったからです。これが、そして継体天皇はその名をオホド王と言います。近江出身とされ、大和大豪族に対抗して実力で大王の地位についた人と考えられています。531年に亡くなり、今城塚古墳に葬られたと言われています。宮内庁では太田茶臼山古墳を継体天皇陵としています。三島に継体の墓があるのは、継体を支えた北陸や東海地方の豪族たちの瀬戸内海への出入り口として、三島がどれほど重要であったかを示すものです。これ、あれ？だからさ、今これこの植木があるところが、これ埴輪の窯だったのかな、これね。あ、そうだそうだそうだ、そういうふうに書いてるもんね、ここね。これほら見て、私で見えなくなっちゃうか。これね、954って書いてるもん。これ窯だったんだ、ここ全部、この植木の部鎧だ分っが。て、鎧。岡本町で見つかった1570年前の鎧だって。これ、埴輪作り。一つのチームが作業場と窯一つずつを担当します。作業場では親方の下に職人と助手合わせで10人ほど、窯では5人ほどが働いていました。太田茶臼山古墳の埴輪作りには、それが3チーム、今城塚古墳の時にはさらに多くのチームが働きました。中には東海や関東地方から研修に来た職人たちもいたようです。すっごいね、窯が。これ、窯の跡。ちょっと逆光になっちゃうかな、この埴輪がね。これね、職人たちを支える様々な仕事があります。粘土掘りや粘土こね、薪を切り出して集めたり、生埴輪を作業場から干し場から窯へ運んだり、焼き上がった埴輪を古墳へ送り出したり、こうした仕事には地元の人たちが動員されました。埴輪工場全体では毎日100人以上が働いていたと
ことでしょう。これね、船をかたどった記号がね、これあったんだよね。船をかたどった記号で。今、白塚古墳の高さ95メートル、完全武装した兵士を忠実に表現している。これも大王の家。今、白塚古墳、高さ160センチ、家型埴輪では日本最大。歴史とかまであるのね、ほらね、馬とかさ、この辺もこんな感じの地形で、狩りの埴輪を最後に工場は閉じられました。1540年ほど前のことです。まもなく近畿地方では埴輪が作られなくなりますが、関東地方ではその後も埴輪が作りが続きます。ムラなく焼けるよう横腹に穴を開けた西の埴輪と、原則通り外観を重んじる東の埴輪、新たな伝統を生み出していく西と、古い伝統を守ろうとする東、埴輪に開ける穴一つにも東と西の違いを読み取ることができます。埴輪工場館。埴輪工場館。こんな感じでね、あるんだけど。になってるんだね。埴輪の窯。こんな感じだったんですよ、これ。18号の埴輪窯って書いてるね。それではこれそっと上に上がっていきたいと思いますけど。すごいね、この保存してる保存が。上からちょっとこれね、上から見たらこんな感じだよ。そしてここに出てきたんだ、この上にね、上に出てきたんですけど、今ねこんな感じなのよ。ここすごい見晴らしいんだけどね、こんな感じで。これは何の跡になるのかな。これと一緒な感じになるの？でも本当にこれ？これだったのかな？ね。工房跡地だ。一応ね、工房跡地になってるみたいよ。ほら、こんな感じで。ちょっとこっちもね、行ってみようか、この辺もね。ここも工房跡地だったのかな。こんな感じでね、見晴らしがいい。そして水ね、水があるのよ。なんか入れるのかな？1号工房450年頃ね。
こんな感じになってるんですけど、この上がね、上がこんな感じだったとは限らないよね、これね。復元だからね、ちょっとわかんないけどね。これね、こんな感じで。こんな感じになってんだけど、これも復元だからね、これね。排水溝跡ね。